してるって感じ。お菓子とかじゃなくてケーキとかじゃないとか、人それぞれだよね。なんか自分のご褒美に温泉に行くとかさあるもんね。なんかどっか遠出になんか行くみたいな、とか美味しいもの、なんか高級なレストランに行くとか、なんかいろいろありそう。人それぞれだねそれは。でもなんか斉藤飛鳥さんもすごい小顔で、なんかめっちゃ小顔っていうイメージがあるじゃないですか。だけどやっぱり小顔って言われてる分、やっぱりさらに小顔に見えるようにやっぱり努力しとるって、この前番組で言ってたちゃんと見てた何もしなくても小顔なのにね。でもやっぱりそう見られる分、やっぱりもさらになんか努力してるって。だけもう努力はない、なんか耐えないんだなって思う。なんかもう尺がないんだなって思う。斉藤飛鳥さん本当に可愛い。この前なんか広告で動画みたいなやつ流れてて、なんか本当にああ可愛いって言ったら、横にあったメンバーも可愛いねって言って、本当に好き、本当に好き。なんかだってそのCM とかよく出られてて、あれがあれだよね、バイトラプリだっけ、バイトラバイトバイトラプリバイト、あれかわいい。ドアップで泣いてる CM、 なんかもう何してもかわいいよね。昨日は生アシュ見たけど、あ、なんか昨日ツアーがね、あったんですよね。いいな、私も一回だけ行ったことある乃木坂さんのツアー。あのね、そうなんですよ、私同い年なんです。福岡の行きました。バスラ昨日はのバースデーライブやったんですよね。乃木坂の乃木坂グッズ、あ、持ってますよ。その時に買ったうちわね、バースデーライブバスラってね、いう略し方。どの曲が好きか、いっぱいあるけど、曲は難しいね。曲いっぱい好きなんですけど、やっぱり一番よく聴いてたのは帰り道や遠回りしたくなるです。あ、今日か、今日と昨日か、なるほどね。今日は西野七瀬さん失礼しますが、なんかされたで、昨日が木村さんがすごいな。私今西野七瀬さんが出られてるドラマ見てます。可愛いなって思う。帰り道センター、あ、そうなんだ、よいしょ
でまた正座してた。75,000人、75,000人、もうす何すごいすごい数、すごい数ね。そうなの。すごい、どんな感じなんだろう、75,000人って。広島のグリーンアリーナでライブする。え、そうなの？乃木坂さん？